マックサカイさんです。異色の組み合わせですね。これですよ。MGCR556 の GBB7。覚えにくいじゃないですか。はい、これお客さんにいいことになったんですよ。マーゴーコーと覚えてください。ディレクトライフル。ディレクトライフル。そうって言って、アルミニウムの塊から CNC 時計削り出して作るんです、今。少数のカスタムって。それをかなり再現してるんじゃないかな。とても大事なところ、はい、なんかはこの残しておいて、あとはどんどんこう軽量化するために削っていくっていう、こういうところなんかも今っぽい形です。凝ってますね、でかいんです、このマガジンリリースが。これを押すとですね、マガジンが自重で落下するんですよ。本人の前で。ガス風呂のマガジンなんで、はい、落ちるとなかなか大惨事です。ああ、そうです。結構重いですもんね。あ、持ってみてください。意外に軽いんですよ。本当だ。うん。流行りのですね、アルミ製のマガジン。熱効率がすごく良くて。あ、そうなんですね。なかなかだからね、冷えてだれないんですよね。ちょっと打ってみますね。冷え冷え。はい、ありがとうございます。調子良さそうですよね。調子いいですね、これは本当に。うん。セレクターポジションが45度で、そう、よく間違えた。今マックさんナチュラルに間違えましたけど、なんでこれセミなのにと思ったら、いわゆる45度セレクターってやつですね。で、打った感じもすごくいいでしょ。いいですね、マックさん。これ CO2？ いや、違います。これはね、あのフロンガスです。フロンガスで、ここから、はい、入れます、ね、で、すごいですよ、バーチカルグリップね。いいですね、立ってて今時で、で、こんなに細いグリップ初めてかもしれない。あ、本当だ。そうでしょ。ここね、開くんですよ、これ。ここ。ああ、ガス風呂ならではですね。ポップ調整のね、6ミリの、あの L 型のレンチが入るんですよ。ここから入れるんですよ。バレル回すやつがありましたよね。ある、あれです。なるほど。でね、これがね、クリック感があってすごい気持ちがいいし、テイクダウンしなくてもいいんです。ああ、いいですね。あれも、いちいち大変ですもんね。そうなんですよね。結構完成度高いの出してきますね。いやー、そうなんですよ、本当に。待ってた D&G のガス風呂 AR D&G MGCR556 シリーズ。